ストレートの先、ウマラスのブレーキング、野尻のウォータースクリーンの結果で2台出てくる。由来さん、解説お願いします。はい、お願いします。残念ながら赤旗中断のレースとはなってしまったわけですけれども、雨のレース SF23 は今回初めてだったわけですが、ファン目線から見ると雨って車載映像でしか見えないんですけど、ドライバーからどれぐらい見えているものなんですかね。皆さん逆に車載映像を見て自分で運転できそうですか。できないと思いますけどね。真っ白ですからね。あの車載映像に映っているのと同じくらい、もしくはそれ以上にドライバー目線では見えづらいっていうのが正直雨の状況なんですね。でもちろん雨量によって見え方っていうのは全く違いますし、今回のように野尻選手がファステストを出してますけど、一番前を走っているのと2台3台後ろを走るのとでは全く景色が変わってくるんですけど、まあ、とにかく見えにくい。だからこそヘルメットのバイザーが今までクリアだったものが黄色くなってたりピンクになってたりっていう、いろんな工夫が施されてドライバーの視界を良くするようなものも開発はされているんですけど、やっぱり今回もドライバーの声を聞く限りはもう前が見えないっていうのが一番印象的でした。レース再開した1コーナー、ライバルを抜かなければいけないわけじゃないですか。後続は何を目印にコーナーに飛び込んでるんですか。雨が降ったり暗くなってきたり視界が悪くなった時にレインライトオンというのも一応レースの中ではもう義務として入っているんですけど、レインライトがついているのでそのチカチカしている後ろ側のライトを目印に距離を測ったりしてるんですけど、もうそのライト自体もだいたい10メーターぐらいですかね、車1車線2車線分ぐらいの距離まで来ないと見えなかったりするので、もうそれ以外は周りの建物を目印にしてブレーキングをしたりしています。200何十キロという速さで飛び込むわけですけれど、やっぱりドライバーからしても怖いですか。抜きつ抜かれつっていうのは、まあ近い距離でやっているのでお互いの車は見えている距離ではあるんですけど、やっぱりドライよりも滑るコンディションっていうところで自分自身のコントロールもそうだし、相手も精一杯コントロールしようとはしてるけど、でやっぱりミスも出てきたりする中で接触の確率っていうのはドライよりも上がるんじゃないかなと思いますし、特にコースの外のエスケープゾーンが芝生になっているところだったり、あと縁石っていうのはドライの時よりもかなり滑りやすい状態になっているので、少しでもコースライン上外れてしまうと自分が予測していたよりも滑ってしまうっていうことが起きるので、本当に怖いしだけど行かなきゃいけないしっていう、今日みたいなコンディションだと何度もセーフティーカーが出てでもまた再開されてってなると、ドライバーの心情的にはもちろん行かなきゃいけないんだけどこの状況で行くのだったり、もうあのコーナーやばいよね、水がすごい溜まってるよねとか、いろんな思いが混ざってすごく複雑な心境の中で、多分すごくネガティブになるドライバーもいたんじゃないかなと思うんですけど、そういうところは無線を聞くとドライバーがね、どういう心情でどういう言葉を発してるかっていうのはよくわかると思うんですけど、本当にこういうコンディション車も速くなければいけないけれど、それ以上にドライバーの精神力っていうものが問われますし、なおかついろんな見極め、ここを走れば大丈夫とかここまでだったらブレーキ頑張れるとかっていう見極めがすごくドライよりも繊細になってくるので、雨っていうのはね意外と体力的に言えばドライの方がきついんですけど、雨の方が意外とレース終わるとぐったり疲れちゃうっていうことも多々あります。ちなみに三浦愛さんはこう雨で怖いとかドキッとしたとかそういったレースの思いではありますか。そうですね、私実は雨は得意な方なんですけど、いやそれでも例えば都合で言うとやっぱり最終コーナーなんですよね。今回アクシデントも多々ありましたけど、川に乗っちゃう、水たまりって見えてるようで見えなかったり、見えていてもその深さが
分からなかったりして、で G のかかってる時に水玉に乗っちゃったりすると本当にどうにもコントロールできなかったりっていうことがあって、私自身もその川に乗って滑ったこともあって、本当体験談で言うと、初めてフォーミュラで鈴鹿サーキットを走った時に雨でホームストレート上内側を走ったんですよ。で実はこのサーキットって内側の方がストレート上水が溜まりやすい、そういう形状だったりするんですけど、内側に水が溜まってるなんて知らなくて内側を走ってそのまま湯浅選手に近いような感じでくるくる回りながらスピンを3回転ぐらいして戻ったっていう記憶があります。それだけ雨は何が起こるかわからないっていうことなんですね。そうですね、本当に事前の準備だったり情報収集も大切ですけど、もう雨量によって全く変わってくるので、まあ、ドライバーの技量っていうところがすごく問われますし、とにかく危険なのは間違いないまあその中でドライバーたちが戦っているっていうところをより詳しく見ていただけると嬉しいなと思います。